こんにちは、つらいです。クロッティーマンデー、どうもリッキーです。おいです、ポポランです。クロッティーマンデー、顔見るな。というわけで今回ですね、俺たちは才能があるんです。おにぎりを作る、ない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 、俺たちはおにぎりを作る才能がある天才3人組です。コンビニのおにぎりの具、しょうもなくないですか。あれ飽きたね。飽きたでしょ。鮭とかツナマヨとか、ツナマヨ、梅干し、梅干し、昆布、昆布、もうほぼほぼ固定じゃないですか。たまに新商品出るくらい。そんなね、飽き飽きだよ。でも別に飽きたわ。あ、来てないけど、おにぎりっていうのはどういうものか説明しますと、海苔があって米の中に具が包まれてる。プロが作るからみんなの一般人の舌に合うものしか売れないじゃん。だから一般人の味覚で作ればもっと美味しいおにぎりできるんじゃないかなと思いました。今回ですね、新しいおにぎりの具を考えよう。で、1人2おにぎりずつ作ります。で、余ってる2人が食べてて、うまさと見た目、この2つで審査していくという感じ。というわけでじゃあね、早速順番に作っていきたいと思います。ドン。はい、というわけで最初の1人目は私です。まず僕が使う具を紹介していきたいと思います。海苔、ハム、チーズ、まあどんなおにぎりができるか工程でお楽しみしてください。それではまず最初の1個目を作りたいと思います。まずサランラップを引きます。インスタ映えするぐらいの美味しさをね、出していきたいと思います。この状態にしたらチーズを乗せます。この状態にしたら丸めます。で、海苔を白いご飯が見えないぐらいにかぶせます。はい、できました。爆弾おにぎりです。はい、それでは2個目のおにぎりを作っていきたいと思います。まず最初にラップを引きます。で、海苔を半分にしていきたいと思います。ご飯を乗せます。ここでこいつの出番です。ハムです。私が作ったおにぎりはミルフィーユ状をイメージしております。それでは俺が作ったおにぎりは完成したので、出来上がったやつは後で見せますので楽しみにしてください。2番手は私だ。ということでですね、おにぎりをね、作っていきたいんですけども、バッチバチにおちっこを触りました。ということで手を洗わずにね、握っていきたいと思います。具材1つ目、生ハムでございます。まずはこちらのおにぎりを作っていきたいと思います。おにぎりの作り方がね、いまいちわかんないけどやっていきたいと思います。俺の記憶が正しければ、ラップですね、おにぎりは。ここにご飯を置いて握っていくって感じか。まあ、この中に具を入れていくと、これはね、普通にマジでうまいと思う。いや 100% うまいもん、これうまくないわけがない。で、これをラップで包みます。1個目完成でございます。次、2つ目、2つ目の材料はこちら。いや、分からんけどちょっとうまい気がする。これちょっと攻めですね。でもね、そんなにね、まずくはないと思うんだよね。ここに、まあ、こいつを入れていくという感じです。というわけでこちらも先ほどの、あー、やばい、溢れる。包むのがマジでむずい。内容量がちょっと大きすぎた。よし、というわけで2つ目のおにぎりも完成です。というわけで僕のおにぎりはこれとこれの2つでございます。それではリッキーさんにバトンタッチ。作り終えました。じゃあ、まあ作った順で食べていきますか。じゃあポークマンさんのおにぎりお願いします。おー、すごい、見た目もいいんじゃないですか。これはこれどっちがどっち食えばいいとかある？中身が見えないやつか、見た目からしてわかるじゃん、こんな。せーのでいいよ、リキさん。せーの、こっち。おお。じゃあ早速食べていきましょう。これどうやって食うの？いただきます。うざい。こっちは正直見た目を気にしすぎた。いや、でもうまいよ。リッキーさんの方どうぞ。具がないじゃん。具はチーズないじゃん。というわけでじゃあ1つ目のおにぎり、見た目5点、味3点、合計8点でございます。リッキーさんは満点。ま、ん、ま、満点。ということでじゃあ合計18点、ポークが18点でございます。じゃあ続いて僕持ってきたいと思います。お願いします。チャチャーン。何おにぎりこれは？言わないです。食べてからのお楽しみ。どうする、どっち食べたい？こっち、ちっちゃいから。でかいじゃねえか、これ。じゃあお食べください。え、そのあんま見る前に食べた方が楽かも。じゃあ食べてください。怖い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 。まずい。チョコや。そうです、マーブルチョコおにぎりです。それはまずいよ。となるとこっちがまずい。そうそう、ぜひ食べてください。じゃあかぶってみんな。生ハムおにぎり、生ハムおにぎりとマーブルチョコ、外れを引いたんだよ。一回ちょっとチョコおにぎり食ってみる。ええー。意外といけるっしょ。
なわけねえじゃん。はい、じゃあね、評価していただきましょう。じゃあとりあえず生ハム、見た目2です。おっし、中身は食べ物だったから4です。おっしゃ、6点。じゃあリッキーさん、マーブルチョコおにぎり見た目3。おっしゃおっしゃ、味お1でしょうね。10点。俺10点です。じゃあ続いてリッキーさんのおにぎりお願いします。いや、でかい。怖い、マジ怖い、怖い、怖い、怖い。大きい方はもしかしたら安全かもしれない。じゃあ小さいかけて、で小さい方ももしかしたら小さいと見せかけて、こうめっちゃヤバいかもしれない。でもお前が取ったからもう俺必然的に怖い。ホントにやだな。じゃあ食べますか。かぐな、かぐな、かぐな、かぐな。なんだと思う。歯磨き粉だよ。いや、そんなわけない。とりあえずせーの、いただきます。おぉ、まっぷ、はっ、はっ、え、はっ、なにこれ、なにこれ、お好み焼き、お前生理用ナプキンじゃねえか。どっちも食べようんじゃねえや。評価やばいぞ。じゃあポーズマンさん、歯磨き粉おにぎり見た目はお前のやつよりは全然5。5。お、見た目5。味は0。0。今までこの18年間生きてた中で一番クソみたいな味だった。じゃあ僕のナプキンおにぎり、まあ、見た目はね僕のおにぎりみたいな感じだったからこうで、味は152。ということで、どうだったリッキーさんです。肌重い、肌重いでしょ。もう肌重い大好きなの俺。醤油つけるとうまくない？あー、うまい、それはうまい。え、砂糖派？いや、醤油、醤油つけて意気投合、意気投合。何の話？いや、学校行ってつけていくのよ。で、汗とか染み込んだやつを3日間干して食べるやつが一番うまい。食べないのよ。食べないよ。キャビア、フォアグラ、ナプキンだよ。いや、そんな世界産の珍味入れんで、勝手に。珍味じゃない、マンミ。はい、というわけでね、この動画皆さんもね結構参考になったと思うんで、ぜひねマーブルチョコおにぎりと歯磨き粉おにぎりとナプキンおにぎり作ってみてはいかがでしょうか。それ以外あんまね作んなくていいと思います。それでは皆さん、アデュー。最低だな。